最近、失敗学の勧めという本を読みました。教師として、一人の人間として失敗とどのように向き合うかは、人生を通じて体験する課題だと思ったからです。よく、失敗から学べということが言われますが、それは一体どういうことなのかどんなことに気をつけなければいけないのかなぜそれができないのか なぜ同じような失敗が何回も何回も繰り返されてしまうのか、などそんな疑問を持ちながら読み始めました。この本の中には、失敗は隠されてしまう傾向があるとか、他のジャンルや他の部署には共有されない傾向がある。大きな組織で失敗の情報を他の人に伝えようとすると伝達されるごとに内容が単純化されてしまう、など興味深い記述もありましたが、私が注目したのは、 何か大きな失敗が起きる前には、必ず、ヒヤッとしたり、ハッとしたりする事例が必ず起きているということなのです。つまり、大きな事故が発生した場合、実はそれが発生する以前にそれを予見するような、ドキッとするようなヒヤッとするような兆候が必ずあるというのです。例えば、大きな飛行機事故がある直前には、エンジンに何らかのトラブルがあったりするわけです。 もちろん、事前にこうした兆候が発見されて適切に処置が行われたケースも数多くあるでしょうが、実際には、こうした兆候が見つかってもうまく共有されなかったり、大きな組織の中で情報が伝わっていく中で情報が単純化されてしまったり、問題の核心部分があやふやになってしまったり、失敗を隠す風潮が生まれたり、それゆえ大きな事故へと発展してしまうケースも出てくるということです。 これは何も組織だけのことではありません。私たちの個人の中でも同じようなことが起きているように感じます。例えば、何かしら体が重いなぁとか、だるいなぁとか思っても、日々の忙しさにかまけて、それを歪曲して合理化したり、そのままにしておいたり、他の人に伝えなかったりして、結局は寝込んでしまうような病気になったりする人も、少かなからずいらっしゃるのではないでしょうか。 さらに言えば、一方で、私たちは、はっきり意識できないような微細な兆候も毎日のように体験していると思います。それは、ちょっとした身体感覚の変化かもしれませんし、日常生活の中で何気なく現れる何か気を引く出来事であったり、夢の中のメッセージであったりするかもしれません。しかし、大抵の場合、こうしたメッセージに気がつかなかったり、 気がついてもすぐに忘れてしまったりすることが多いのではないかと思うのです。つまり、私が言いたいのは、組織であっても、個人であっても、何か大きな変化があるときには、必ず事前に何らかの形で私たちにそのことを知らせるサインや兆候があるということです。私の経験では、意識が今ここにあると、こうしたサインや兆候を見逃さずに、 それをまっすぐに捉えることができると思っています。人生が私たちに未来の変化を示してくれるこうした微細なメッセージを見逃さないためにも、今ここを十分に行きたいと思ったりします。何かの参考になれば幸いです。オーストラリアより愛と感謝を込めて。野中常宏。